RK ラジオ働くよい子こんばんばはいの番組は全ての働く人働きたいと思っている人働くことに興味を持っている人を応援していくお仕事応援バラエティーですねえもう4月から新生活がスタートしますからうん、うん、まあもうちょっとこの時期は引っ越しのシーズンなんかな、うん、そうはねバンバン引っ越しね、うん、ま出ていく人もおればこう入ってくる人もおるというあ入ってくる人の方が多いか4月やからな東京に、うんうん まあ、2>, 2月の方が出ていくねんな卒業して出ていく人も多いんじゃないそうかうん引っ越しな最近はああでも最近もしたか引っ越しうんこの時期はええ物件がやっぱり少なくなるから流れるもんねうんやっぱ僕らは避けるんですよ、うん、そういうにね習ってきてうん、うん、その学生さんたちもいい物件がもう全部出払った後やからとかってうん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  だから夏ぐらいに選ぶ方がいいですよとかってえみたいなことは聞いたことあるけどね、えー、学生夏まで <laughs> 公園で住まなあかんようになってくる <laughs> いやええー、物件がそろそろとかって言って、うん、この時期ててこの時期が動いてもう全部一回落ち着くからかってああ<ー>、うん、そうかでもなんかその状況やったらもう場所がどこなのかの土地感がないところに行かなあかんってことやんこれ難しいよねそうやな、うん、だからよく あのー、東京出てきた人がや,やたら遠い郊外の方に「ここやったら広いですよ」言って済まされるみたいな「新宿まで特急で20分ですから」みたいなね「<laughs> 特急でやろ」って思っ <laughs> <laughs> 特急全然止まれへん <laughs> そうそう,そう,そう特急全然消えへんやんけみたいな <laughs> <ん>あるあるうん,うんほんまによく知ってる人に聞いた方がええねんなそうやな住んでる人とかね今はでもそんなこともないのかねなんか口コミとかなんか見て分かるようになってんのかねなってんのかなやっぱ 不動産の人信じよううししてしまうやん信用するしかないもんね。せやねんな、うん、でもでもうんいやちゃん,ちゃんと聞いた方がいいよ先輩とかにほんまにもうすでに住んでる先輩に聞いてとかって <laughs> ああそうか大体だいたい騙されて今でもんよくいやそれしんどいで結局、うん、<laughs> ちょっといいところから見せていくみたいなことなの悪いところかから見せていくのかえー 都内で言ったら、都内のあんまりこういいとこじゃない、予算もあるやろうから、無理やん、汚いとこしかないし、狭いとこしかないと、そういうの見せて、ちょっと郊外の方に行って、広くていい部屋、同じ値段で。で、も三3軒、4軒見て、わーってなって決めてしまうって。 うんうん、あと、もう車乗って案内してくれてるし、なんかええ人やなって <laughs>、<laughs> そうやねんな、そう、思ってしまうのよ、もうこれ以上突っぱねんのもなってなってくるもんな、妥協しちゃう感じもあるよね、そう、でもね、妥協せえほうがええんな、そこで、だってずっと住むねんも何年間かね、うん、その日一日だけじゃないねんもん、うんうん、そう、もう一回、勇気持ってください、ね、もう <laughs> すいません、もう一回冷静になって考えてきます、言うて、<laughs> 一回、店出ていくと。そそそうそうそう ああの店出ていくっていうかその人に言うって後日、うん、後日ああ別日で別日にした方がいいその日に決めない方がいいよ、はあそうかあれ面倒やからそこで行ってまえみたいになっちゃうわあもうまんまと不動産屋のさんのマジックに引っかかってますよ <laughs>、うん、最初着いたのはあの桜新町やったんじゃないかな、うん、三軒茶屋で探してたのに二、うん、駅向こうのすげえ遠かった気がするなうん そこにななってたもうここでええかってなったそうなんねんなる経験をするやんそうやねんやっぱ経験やねん俺もそうやってずっとそうやってうわそうかうん何回目かにしてある時にあれこれ同じパターンやなって気づくっていうもうちょいきつく言った方がいいなっていやあきつくというか一回断られへんけど断れるやん別に今日じゃないって言って一回冷静になりますというかうん 決めませんって言って言、うん、ここええねんけどキープしといてもうちょっと明日もう一回見してくださいって言って別のとこバーッと見てってさ、うん、で決めようと思ったら「昨日良かったところあれにします」って言ったら「もう出ました」ってそれはある <laughs> ほらほらそれもあるやんそれはあるそれ嫌やねそれはあるけど、うん、まあでもか仮押さえというか第一第一候補みたいなキープキープはあるキープはあるキープでもさしてくれへんよな いんなことよさせてくれるとこあるよキープというか第一候補でも期間があるからその期間内に来てくださいねって言ってでも他の業者でパッて見に行くやろほんならあのここいやキープ今入ってますとおおうあそんなんあるねあるあるある第一候補第三候補第三番目ぐらいですけどいいですかとか言われる であそれでもいいから待ってますとかって。あ待てんねえ。待ってると意外に、うん、あの皆さん断ったんでとかあの期限過ぎたんで。うん 権利あありますよみたいななそん度だからズボラの人のようにとかって「では忘れといてくれ!」って「忘れろ忘れろ!」とかって「へえ!」「決まっちゃいました」って「ああ!」とかっていうのはあるもうすぐ退去の日が近づくみたいなそれはある大変だへえそんな時期のそれがわかんねん 結構もう変なの選んでまうのよえー、焦るから更新するのは嫌やから引っ越すわけやんうんだから退去の日にちはもう決まるやん1か月か二月前にああ<ー>うんでももうそのいや更新するかもしれませんよみたいなそこをええー、不動産サイドに 自分の中でも思っといて更新せえへんかも更新するかもしれへんとこれ以上え物件が見つかれへんかったらここでええやんってっていうのでその更新時期で一回探してみる探してあかんかったらじゃあ更新ってなかったら更新するってそうそうそうこれを更新って決めてから探すとないねんこれが一番変なパターンになるのよなるなる。 そ,うそれが分かん,ねんこ,れこれを先に解約してしまうのがあかんのよ。ああそうか、うん、じゃあもう更新の時期気にせずもっと前倒しで半年前ぐらいにちょっと物件どうなんやろうって見るとかもあるんや、うん、全然あるし、うん、もうあのそれが趣味になる時もあるなんかもう好きでーずーっと物件見てんねん <laughs>、うん、これ恐ろしいで。 ずっと物件見ていくやろ最初借りるを探してんねんけどずっと借りる探してて「ああ」とかって「そうか買うもあんのか」とかって買うを見出したりすんええこんなん売ってんねんやとかって自分の額とか収入とか関係なくどんどん見ていって最終的に7億のマンション見てるとき「すげえ」とかって「えすげえ。決めたへんわすげえ7億で「ええってで一軒や。 「えっ2億で建つんやこんなん家」とかって毎 <laughs> し,してんねんそんな金ないのに <laughs> 買いもせえへんのに一回それをだから俺出川、うん、さんに言ってもらったことがあって出川、うん、さんが誰々が「うん、あにあ誰々が、うん、2>, 2億のマンションか2億の 一軒家買ったんだよ、とかって、すげえよ、とかって <laughs>、うん、で、俺、二億で、その家建つなんて、うん、その時、マーションめちゃ見てたから。<laughs> <laughs> え。 2億ぐらいでってぐらいとかつけ2億ぐらいでそにつくでかって。と言って母んが「<laughs> お前いくらもらってんだよ出た出た!」って出た出た出た言うな。<laughs> 麻痺してるからめちゃちゃこっちは7億のマンション選んでるからこれここ,こう説明してももう大きくいもってへん「浜口はえらい稼いでる」ってよ, <laughs> <laughs> よい子いくらもらってんだよお前ら」とかってう <laughs> ゲーム博士が出たよ」って言 <laughs> エンライター、A、やった <laughs>、えー、引っ越しは気をつけて、えーとうん、物件探してください、うんえー、さてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますあなたのお仕事に関するエピソードや僕らへのメッセージなどどんどん送ってくださいメールアドレスは415アットマーク RKBR.JP 数字で415アットマーク RKBR.JP ですツイッターでも全部ひらがなで「ハッシュタグ働くよい子」をつけて実況や感想をつぶやいてください そしてこの番組は RKB ラジオで放送後 YouTube のよいこチャンネルで動画配信されますのでぜひそちらではスタジオの様子も合わせて楽しんでくださいそれでは今日もお仕事楽しんでいきましょうさあ皆さんから届いたメッセージ紹介します、はいえー、ラジオネームボンボリ働くよいこ第十九回で浜口さんが嫌いな人を完全に消すことができるというのはいい意味で意外でした <laughs> そういう対処をしてもいいんだなと気づかしてもらって第19回は特に何度も繰り返し聞いていてます <laughs>、ね、今まで嫌だなと思う人も無理して話を合わせたりこちらばかりが気を使って話してどっと疲れるということが多かったので浜口さん戦法を私も実行してみようと思いますちなみに有野さんの「苦手ななな人の対処法はどんん感じなんでしょうか有野さんはサイコパスですので基本的に人に対してそこまで突っ込んでかかっていかなそうなので逆に苦手な人っていないのかも」 あなるほどねそうね苦手ない人あんまりおれへんねそうなんや、うん、割り切る感じ<ー>なんかえかえっとゲストもんでロケ行くとかさ、うん、そうすると1日2日そのディレクターと一緒に行かなあかんわけやうん,うん、うん、この人なんかあんまり受け付けへんなーっていう人もおるわけやんんかこの、えーと「自由にやってください」って言って、うん、あの。 ふ、うん、二人が旅してる感じのみたいんで自由で何喋っても結構ですって言うけど、うん、カンペすげー出るとか、ね、<laughs> 全然自由ちゃうやんこれ言わなあかんやつやなにこれ <laughs> <laughs>、ね、自由っていう何の縛りがあるってことな,やろうなういのな制作のなんか困ったこととか全部のーゲームセンターの方の社長の方に聞くようになったね、うん、こんなことがあったんですけど,どううってなんかこの料理のシーンを撮る、うんうん からちょっと皆さんさ「先言っといてください」っつって,言って、うん、その人待ちで90分ぐらい料理の,あのインサートっていうの、うん、景色であったりとかさ、うん、撮ってくんのそんなことってあるんですかってその。 ゲームセンター側のプロデューサーに聞いたら「うんうん、それねあるんです」って「右から行ってく料理に入ってくれ左から行ってくれ上から行ってくれ」っていう全部のパターンを全部取っとかないと演出家が「これないの?」って言われた時に自分ができないって思われるから、うん、一応取るんです、うん、ほぼ捨てるんですけど一応取りたいんですよねうん、うん、だから今の時期ではそれはありますって言われてあじゃあできる人なんだって再確認するとかさ。<laughs> でも、えー、っとその時間は そのののあれももかかうちょっっと終わてロケは終わってケってやんのロは終わこっちは晩ご飯食べてる間に終わったらみんな合流するっていうねんけどもその合流がなかなか来ないっていうのはどうしたって言ったら組み込まれてあるんやってそれでね行くんやったら分かるけどその場で待たなあかん時とかもあるやんその場で待たなあかん時もあるねちょっと待ってくれよって今それするみたいな。 うん、説明されてんねえけどみたいなのはあるけどそういう時はもう消すその人えーっとねうん,うーんいやそこはパートナーでやってかなあかんからな <laughs> クールやなうーんどうしてるやろ、えー、だからずっと付き合わなあかんかったりするってことやろそうそのロ,ロケの間ね一泊二日なのかまあそんなに頻繁にあるわけじゃない なるべく消えちゃう時もあるかもしれない <laughs> <laughs> でもほら何かそれそれに対してそれでイラってしてとか、うん、テンションが下がるのが嫌やからうん、うん、まあもう聞かへんことにしようとかうん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 、うん、それはあるなそうかな、うん、苦手な人の対象は別になんかこうガンガン上にこの。 マウントを取ってくるみたいなタイプの人もおるわけやああ<ー>、三十 <laughs> 年やってきてても向こうは三十五年やってるみたいな感じのとかさ、うん、ちょっと若いやろなこの人って思っても取りに来てるなって思ったらすぐ取らせるけどね。<laughs> <laughs> 俺ね、人を、うん、人にそれあったのよ。苦手な人というかまあ違うなっていう人、うん、自分とは、うん、が見えへんようになる、うん、存在がない人にでも,でも俺はその人にだ文句は言えへんし。うん ないもんとして、うん、だから腹立てへんし、うん、穏やかな日々が過ごせんねんけど、うん、俺ねあのえた嫌いな人の対処法違う,違うねえっと、うん、この YouTube ね、うん、あのよいこチャンネルをね、うん、やるようになって、うん、ここコメントを見ること多なったやんバーとかって。あるあるうん 変なコメント嫌なコメントが見えなくなる目っていうのを俺は身につけたのよああすげえスルーできんねや全然入ってけえへんし残れへんねんマジでパーって俺よく見てるやんビュー見てほぼほぼ見てんねんな3時間ぐらい大体夢中になってる時以外はどんなこと言ってんねやろってまあ正直変なコメントいっぱいあるしあるあるねんけどそんなんかもう全然気になれへんねんこれは 今のの現場で拾ったら面白いがパッて気になんねん <laughs> でそれをパッて拾,、うん、拾えるようになったのよで音読するってことやそう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 あーこんなん言ってんねんてーとかって言って関係ないコメントがバーって上がってんねんけどすげえ早いあれ出てくんのコメント全,全,然全然気になれへんというか <laughs> 前は「わ」とかって「見ん方がええんかな」とかって、うん、そのずっと精神的に影響があると。うん 全く気にならなくなった。微動だにもせへんようになって、だから、あ、目ができたんやと思って。あ、すごいね。養えたね。ほんまに、バーンって輝いて見えんねん、コメントが。あ、面白い、これって。お、すごいね。その目を手に入れました。はい。スルースキル。あ、ネット用語で。あんんねスルースキル。それはあんの。お、お、お。 ずーっと見てて全然な、うん、何もんも入ってけえへんなってじ時期もあんねんああ<ー><の>引っかかるのがないってことやうんずーっーとあれ、うん、とかってな,ないなーとかって <laughs> 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 でもチラッて見ただけで <laughs> おおとかってへえ<ー>、うん、んかコメントだけ見えるようななんかもう一個 iPad 用意した方がいいのかもね画面なしでコメ,ンがコメント見やすいやつとか縦長のとか どうなんやろう俺はもうそれでもうやれるけどスルースキルでうんスルースキルであるで大丈夫ですえー、次ラジオネームラオラ 以前の放送で浜口さんが同窓会に行ったことがないとさらりと言っていたのが気になりましたああ浜口さんは友達が多そうなので同窓会とか喜んでいくタイプだと思っていました私は同窓会の誘いを受けると一応気を使って顔を出すんですが大体居場所がなく早く帰りたいなと思ってしまいます、うん、浜口さんが同窓会に行ったことがないという言葉には何か励まされました私も今度誘われても気にせず断ろうかなと思いましたどっちでもいいのよね。<laughs> 飲む場所が欲しい感じやもんね、同窓会なんてね。今もあるよ、なんかなんかこう先生と行くけど来るみたいな。もう大阪から全然行かれへんねんけど、うん、その写真もバーって上がったりする。けど単純にその先生をなんか魚にしてみんなでギャーギャー飲みたいぐらいのことでしかないと思うねんけどな。なるほどね。うん、職場で話されへんことが話せるとかさ。うん。うん。いやもうほんまこれかん考え方次第やし。うん。 そ,のそれが楽しいっていうのも、うん、はもちろん分かんねんな、うん、で多分行ったことないかもしくは行って、うん、めちゃくちゃおもろかったってなるかもしれへんし、うん、やけどもう頭の想像の中でちょっと申し訳ないけど面白いってイメージできへんねんそれ <laughs> まず。<laughs> やそう何やろうなとかって、うん、な何が何が面白いんやろうなとかってなってしまって、うん、でもう行くのがお <laughs> <laughs> な生 <laughs> きなれればいい,い,いねんけどねそうそうなれるっていうのも嫌ねそれよりも俺は今その周りにおる人のほうが正直面白いから面白いと思ってしまうからそっっちちに行っちゃうのよ例えばまあそれも同窓会になんねんけどこの前もサリナに誘われて山さん,に山さんと飲むんやけど浜口さん来ますかっつって、うん、えっそれは同窓会あっめっちゃ面白そうやん会いたい。うん 喋りたいって言ってて、うん、それまあ同窓会だったら同窓めちゃいけ同窓会同窓会やろだから面白いって想像できたら行くねんけど、うん、そう学生時代でもうん一人,一人おんねんいいやいや学生時代その子が、うん、あの東京来てるから、うん、あの一緒にご飯食べたいってそれは行ったのよ、うん、で喋って、うん、面白かってもしかして行ったら面白いのかもしれへんけど その行くまでの面白さがまず, <laughs> まず一個ないねんな <laughs> まあ人なんじゃないあいつと会いたいなとかうん懐かしいなって言いたいかどうかとかそんな,んなんじゃないそうかうん大変やで、ね、行ったらもう珍しいもんやからずーっと写真とサインやってるよやろそうやろそうもう <laughs> それ面倒くさいわって言いながらやってるけど、うん、もうこれがあの日常になるようにたびたびやってくれよっていう話しながらお別れするみたいな感じなるほどなうん まあ、それやから行けへんとかっていうことではないねんけど、うん、なんやろなだから行きたくないとか一回行ってみて思んなかったら俺絶対行く必要ないと思うんだけどなうん、うん、まあこの子はもう退屈な時が来たりとかするっていうから、うん、まあほんまに人によるんやろなその同窓会のメンバー、うん、によるだけなんだよと思うけどねだから無理する必要ないですよ全然、うん、うわここなんかちょっと思んないなじゃあやめようとかって <laughs> 全然 別にい,いんちゃうのあいつ全然こうへんなって言われへんやろうしなまあ言われるかもしれんけど向こうからは <laughs>、うん、あいつけえへんやんって俺は言われてるから「うん、浜口けえへんやん」とかって、うん、言われる言われるけど言われるけど言われてどうやねんとかってなるし <laughs> <laughs> そうや消してるなけえへんよって、うん、なるし。 いいいんじゃないかなもっとわがままに生きていいんじゃないかなとかと思うけどね <laughs> 無理してね仕事で無理するのは全然無理する必要ないと思う福岡県福岡市のラジオネームめげもん福岡あるあるです福岡の食べ物といえば明太子やラーメン以前小学校で働いていたんですが給食のメニューに豚骨ラーメンや明太子が出てました福岡のラーメンは固めでバリカタ、針金粉落としなどが有名ですが実はこれは観光用で地元民はそこまで硬いのは食べていないと思います、えー、みに福岡のうどんは柔らかめです 何だっっけゴボ天うどんやったっけ、ね、ああ福岡のうどんおいしいねんなうん、うん、行った空港の近くのとこのやつに行ったわああそう、うん、めちゃくちゃおいしかったえなんでこれがそんなに有名じゃな,ないのみたいな、うん、なった覚えがあるなラーメン押すもんねうん意外にラーメン食べへんっていうもんねうどん食べるっていうもんねそうかうんそのうどん屋さんおいしかったなうんえバリカタも食べへんねんや なん <laughs> やろう、えー、食べへんやろうな <laughs> 粉粉落としも粉だけサッと落としただけのやつとかって頼む人、うん、福岡の人が好きなんやって勝手に思ってたなうん「2はそこいくんやろ」って言うからね、うんうん、ジンギスカンも臭い方がいいんやろうとかね 臭いの言えいとかって言うよな <laughs> 人によるって言ってたもんね結局人によるよそれはって言ったもんねん <laughs> たまたま俺らが紹介された人が、うん、臭いジンギスカンが好きな人やったんかもねそうね、えー、ラ,ジラジオネーム「ゆき」ラジオネーム「よいこチャンネル」にも癒やされています私には会社の人には絶対に言えないことがあります、うん、会社の人どころか家族や友達にも一切誰にも言っていませんそれはかな,り無理をかなり努力をしてダイエットをしたことです ライズアップに通って糖質制限をしてジムにも通った結果体重を20キロとしましたすげえ服のサイズは L から S になりました、うん、ダイエット前後では体のフォルムが全く違うので会社の人も気づくのですがもう30代なんで年のせいですかねとごまかしています、うん、会社の人に言えないのは私のキャラだと思います会社では鉄の累戦、うん、絶対に泣かなそうと言われています、うん、ダイエットをしたというネタを与えたくないのかもしれません え今でも糖質制限をして休日はジムに通っています。うん、えこれからも内緒で頑張ります。すごいね。すごいね。うん、めちゃくちゃ痩せたね。<鉄>もう別人やん二十キロ痩せた。二十 <laughs> キロすごいね。うん。何キロから何キロやろうね。まあでももしかしたらポチャっとされてたのかもしれへんけど。百二十から。 100はあんま変われん <laughs> いやでもあれやよ、うん、ヒロが言ってたけど安田財産が100を上回ると100を下回ると全然体の重さとか健康体 <laughs> 見た目は全く変わんねんて<ー>変わんやろ120も100もってった、うん、山口さん違うんです100を切るか切れへんかでもう全然生活ちゃうんです」って言って「<laughs> あ,あかんねんて」え100を超えちゃったらもう重いってこと100超えたら健康的にも アウトやねんて100は超えないようにするって言ってたよあもう今は今は特にね一回不健康になってからうん2 0キロすごいねねえのサイズが S はすごいね女性だかがだいぶポチャッともしかしたらされてたのかもしれへんよねうんこのいじられたくない感じっていうのがすごいねだから本当にねんかまあまあこの世界におるからもうしょうがないねんけどそれはそうやねん 例えば太ったら太ったであ太りましたねダイエットしなきゃだめなんじゃないですか、うん、太りましたね太りましたねめちゃめちゃみんな言うやん、うん、すごい気にすんねんなうん、うん、じゃあ今度痩せたら、うん、ちゃんと食べてますか痩せ <laughs> 食生活が気になってしょうがないです絶対それになるのよ<ー>ちょっと老けて見えますって、うん、もうちょっとふっくらされた方が健康的ですよって <laughs> そういうコメントがばっとくるんバーっとくんねん、うん、そう。 スルースキルで行くしかなないんやねんと、うん、へえ<ー>そうそうそう、うん、だから人って勝手やから <laughs> ほんで勝手や、ね、多分そんな悪意もないの分かんねんけど、うん、もうだからなコミュニケーションで一個で言ってんねやろうけど <laughs> う悪意も善意もないねん何とも思ってないからね、うん、何とも思ってない一言やから「うん、そうするス,スキルで言ってください <laughs> ほ,ほっといてください」とかって。うん すすごごいいねねね内緒に頑張るのはすごい、ね、キープが大変だから、ねうんえー、ラジオネームあり、えー、自分は会社内のグループで責任者をやっておりますそこで会社内で気まずい思いをしないために心がけていることがありますそれは足音をわざと大きく鳴らして歩くです。 なぜかというと自分の悪口を聞かないようにするためです自分に対しての悪口を言われるのは全然構わないんですがそこに出会わすと変な空気になってしまいますそこでわざと足音を聞かせてグループ長が近づいてるから悪口は一旦停止してくれよという意味を込めて足音を鳴らしています あとは聞いてなきゃ言われてないのと同じという都合のいい考え方もしております、うん、全員が納得するように業務を行うのはなかなか難しいですしし、ね、さらにいろいろと至らないところはあると思うので絶対に悪口を言われているという自信もあります、うん、しかし悪口を言うことでガス抜きになればいくらでも言ってくれと思って、うん、今日も足音を鳴らして会社内を歩いています素晴らしいですね素晴らしい上司だねいい人だねう 聞くもスストレななるし言っていいけども耳には入れないでくれっていうところだよね。そうかまあだから上には言えへんけど、うん、そのまあ愚痴だけは聞いてあげるよ、うん、で済めばええけどな。うんうん うん、この中で良くないのがそのグループの中で「ああだこうだ言っててほんまやなこう言うた方がええな」みたいなのを言うて盛り上がったのをほんまに言うやつが出てくる。<laughs> <laughs> そうやなグループじゃちょっと聞いてください <laughs> <laughs> もうそいつはもう一番あかん悪やね。<laughs> そうかうかん 足音バレてますよって「<laughs> <laughs> 違う、ね、鳴ならしてんねんこっちは」って思うけどねグループがあってまたさらに上もあるってことだよなそうやろうね,ねその間に挟まれたりもする時もあるやろうし、うん、なるほどな、うん、だからその愚痴で済んでたらええねんけどなこのグループだけで、うん、もうグループ長も一応聞いてあげるよ上司としてとかっつって聞い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 て、うん、そうかでもどうにもならえんねんそれはとかってうん、うん、分かってるけど言いたいことって山ほどあるやんある 仕事って、うん、どううしようもない時ね、うん、でも言うてガス抜きになるっていうのもあるしねそれで済んでるそれで住んでたらええねんけどな、うん、でも結局それ,をそれでやめるとかさ、うん、じゃあもうここ,こ,この会社やめますわみたいなことにまでつながると、うん、グループ長としても上との間に挟まれてる人にとってみたらこれは困るもんな、うん、難しいねやめられんのも困んのよって。うん 人材は不足してるからね。そうそうそう。でも、<laughs> うん、いや、それを言うと、そのわがまま聞いて。聞く分には聞けるけど、うん、通すことはできへんよ。通せないやつね。あるねんな。<laughs> あ、何ですか、それ、まだプロデューサー目線のやつです。そう、プロデューサー目線、<laughs> めちゃくちゃあります。わ <laughs> がままなんぼでも聞きます。聞くだけやでって。ね、<laughs> あ、言うてあげるの。聞くだけやけど。 言っっててみことそれは愚痴やったら何もでも聞くと、こうこうこうで、でもそれは本当にただのわがままで、そんなことは無理やから、でも無理なの分かってて言ってるやったら別に聞くけど、でもそれを、じゃあほんまに通してくださいってなると、絶対通りませんし、なんやったらもっとすごいこと、もっとすごい稼いというか、やってくるよ。それをしちゃったらここうういと ここういういとが起こんねんけど、うん、いいのかなって <laughs> どうなのって <laughs> 構いませんってなってしまうと大変ななことになるんですよ <laughs> 大変ですねプロデューサー大変なことになるのよ本当に <laughs>、うんに、うん、いいこれやり方やと思うんですけどね足音アナウンスとかね「ラジオネームジン 働く良い子ということですがついに自分も今年の春から就職して働くことになりました慣れない社会人生活が始まるだけでも大変なのに同時に一人暮らしもスタートさせるので準備なので大忙しです、うん、初めての一人暮らし楽しい気持ちもありつつも全部自分でしないといけないことに不安もあります一人暮らしの極意や準備しておいた方がいいことなどあったらアドバイスをお願いしますはあ働くことにおいての、うん、あれ 学生自分と違う学生俺はそんなまだプロデューサー目線やねんけど、うん、学生のことをこうお話ししてるたりとか、うん、学生を持ってる親,親の方とかとのお話、うん、まあ直接喋れないですけどこう、うん、見解を聞くと、はい、やっぱ学生自分ってなんか平等やん。うん、平等にこう分け与えられる、うん、こうみんな平等っていうもの。うん、あの子は,こうは言えないから 私とここもうしてくださいよあの子はこうなったんだと私並列にこう並ばすねんけどエコないやんでもやっぱ会社ってとか出来高性やったら出世とかって考えていくと俺はエコひいきあるし競争やし平等ではなくなるよ。可愛がらというのもあるもんね。その平等ではなくなるっていうものを知らなさすぎるというか学生とか学生を持つ 社会というものに若くして出てきたんであれば平等ではないっていうのを理解した方がいいなって <laughs> 知っておいた方がいいと、うん、ものすごいあの、うん、あるよと <laughs> エコひい、ね、<laughs> コきだらけやと、うん、理不尽だらけだっていう、うんうん、言うてたことが変わるのがまああるからねある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 、うん、あのよく言うね昨日と言うてることは違うじゃないですか、うん そのこの前と言ってることが変わるじゃないですかいや当たり前ね変わんのって、うん、だってあのー、なんかくよくよ悩んでる人に、うん、いやいやくよ,くよくよ悩むなよもっと自分の言いたいことを言えっ,って言うけどこ、うん、っついわがままばっかり言ってるやつにそれ同じこと言えへんや、うんもっと混ぜてこい、うん、くな、うん、言いたいこと言えっ,かって言うん それはもしそういう立場であって同じこうやっても時期によってこう変わるからいやそうなったらいやあのもっと控えろと一回言いたいことはどんどん言えって言うたじゃないですか時期がちゃうし立場も場所もちゃうからそれ変わるよって,ってなるねんけどそれがもう。 理解できなる。社会的にやれって言ってたじゃないですか。変わるってあのアドバイスとかあの考え方キャリアとかね人によって変わったりするもんね。うんうん上の人もその人の人格を全部わかってるわけじゃないからね。もらもらった質問に対してこうですよって答えるので変わ変わるというか変わりますよそれは。うんそうね。だからそうやな世の中に出る社会に出るっていうのでその。 それはありますよね。うん。一人暮らしの極意はありますか？一人暮らし？うん。一人暮らしもついでに始めるって。ああ一人暮らしの極意は <laughs>、うん、もうお親のありがたみをい一視に感じなさいってことや <laughs> うわ実家超楽やって <laughs>、うん、うわこんなこともやらなあかんねん。あんなこともやらなあかん,かん。山ほどあるし。ある。洗濯もね。料理も料理も作らんと出てこへんもんね。うん。う,ん、うん。これなんかこの やりたいことやるときは前日の夜に休みの前日の夜にやる方がいいっていうところかな「うん、裸で寝てみたい」っていう映画とかでようあるやん <laughs> あれやってみたいと思って裸で寝たら次の日ひどい下痢になったりとかさ「<laughs> ああ俺下痢になるんやこんなんしたな」ってやってみたいことはやっぱりいい、ね、<laughs> 自分を知ってしまうんだそうそうそ,うそこで 裸でうろうろしてみたいとかさ <laughs> そうね自由自由はいっぱい手に入るけどな自由入るねうん。うん、でも自由ってそんなに良くなかったなとかって <laughs>、うん、感じることもあるよ部屋で大の字に寝転がってな <laughs>、うん、自由ってこんなもんやったんやん、うん、なんか縛られてた時の方が良かったなって <laughs> 何もないなってなるよね、うん うん、えー、メール以上です、えー、たくさんのメッセージありがとうございました働くよい子そろそろお別れの時間が近づきました、えー、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、あなたのお仕事に関するエピソードや僕らへのメッセージなどどんどん送ってくださいメールアドレスは415 rkbr.jp 数字で415 rkbr.jp です メールをたくさん紹介しましたいやいいですね面白かったですね、うん、そんなふうに僕の言うたこととか覚えててくれてありがとうございます、ね、<laughs> 何度も聞くってすごいね自分が言うたことなんか忘れてしまってんのになあそうそんな言うてて言うて言って,ってビジネス書とかお願いされるんじゃないビジネス書な、うん、なんかじんなん 気持ちの切り替え方とかなのか、社会人に向けてちょっと本を作りませんか。<laughs> 活字にしたらスカスカやと思う文字が見えなくなるんですよ。何 <laughs> これってやつ <laughs>。感覚やもんな。感覚だね。<laughs> うん、あどうやって生きてるかとかね。そうそう。まあ確かにね。うんうん。同行、うん、か,かなくていいんじゃないとかね。 <laughs> 行かなくていいんじゃないの勇気はなかなかなかったりするもんねあほ、うんまそうなんじゃない付き合いでいくっていうのもあるんじゃないだって何人ぐらいの規模の同窓会か分からへんけどねそうあのまあ昔振り返ってもう,、うん、もうすごい必要なんやけどうんうん,なんか俺ねめちゃめちゃ無駄な時間のような気がするね、うんね昔振り返ってまあまああそかっかと思い出すこともあってもいいかもしれんけど、うん、なんか うん年下でも今,今おるメンバーとなんかこう喋ってて、うん、えあ次こんなんしようぜあんなしようぜとかって言ってる時間の方がすげえ俺は楽しくって、うん、これからの話をしてるそう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 ん、ああとかってそう、うん、なんかこれからがないはな話を <laughs> し終わって帰ってこうやったなあ,あやったなあいう話をするんですよそうなんやその人ら覚えてるのかどうかでも近況とかなんじゃない、うん 旦那が病気でとかかもあるやろうしそネタ作りと考えたら一個面白いなとは思うけど、うん、ああ<ー>そっかそんなんもあったかみたいな,なそうか同い年はこんな感じなのかってまあな、うん、それは面白いかもね、うん、そういう捉え方で面白いかなとか思うけどただ2時間の回ずっとサインやで。 <laughs> あまあ、それはまあそ、うそういう職業に就いたからね、それで喜んでもらえるなら、全然いいんやけど息子が全然勉強せえねんって、現場化してとか、そんなこと言われたりとか、するそれはあれなんか、俺も最近最近会って、その家族とも会ったけど、なんか、そうそう、俺と写真撮って、めっちゃ喜んでるわって言われたらすげえ、それはすごい嬉しいけどね。やらなあかんねんなっていうのね。 でもやっぱり未来の話をしたいなええ <laughs> <laughs> 言葉よね <laughs>、うん、未来の話がしたい、うん <laughs> 最後に番組からのお知らせです。は次回から働く良い子の放送日と時間が変更になります。お今回から来週から毎週月曜二十一時半からの放送になります。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。YouTube の方は関係ないですもんね。もう好きな時間に見てください。アルケビラジオの方のみでございます。はい他の方は二十一時半から月曜日です。よろしくお願いします。あ、次回三月三十三月三十日から。 月曜二十一時半からの放送になります。よろしくお願いします。お願いします、えー。それでは今回の働く良い子はここまで、お相手は良い子有野と浜口でした。お疲れ様でした。